はい、それではですね、えー、クラスルームに戻っていただいて、今日のところですね、第2回講義資料をクリックしていただいて、でこちらの方ですね、えー、説明していきたいと思います。今日は、まあこれ全部はできませんので、この半分ぐらいを考えていますけれども、えー、徐々にですね、えー、コンピューターのお話から始まって、えー、徐々に応用の方にいきますけれども、今回は、あまあ この本の中でのいわゆるコンピュータのおーの話ですね。はい、えー、それではですね、えー、今日のところにいきたいと思いますが、第2回講義資料というところをクリックしてもらってですね、 いよいよですね、コンピューターの仕組みの話からしていきたいと思います。で今日はまああの全部はできないと思いますが、大体この半分ぐらいを考えています。はい、まず、コンピューターという言葉の意味からですね、コンピューターというのはその通り、コンピュートというのが来ていまして、つまり計算機というふうに 日本語で訳しますけども、計算をするということでした。で、じゃあ、計算って何かという話ですね。で、まあ、足し算引き算掛け算割り算といったような、いわゆる算数というのも計算ですけども、そもそもそういったものは何かという話と、じゃあ、計算機というのはコンピューターだけかというと、そういうわけではないですよという話ですね。そこからちょっとしていきたいと思います。 それから、まあ、そうは言ってもですね、今、皆さんが向かっているコンピューター、まあ、いわゆる計算機というのは、デジタル計算機と、デジタル機械というふうに言いまして、二進数でこう全部動いているわけですね。なので、そういった典型的なコンピューターについての仕組みの話、5台装置というのと、それから CPU の話とか、割り込みの話ですね。 そういった話をしていきたいと思います。それから、あ,あと、入出力装置、バッファーの話とか、補助記憶装置。で、えー、後半では、ロンリゲートといって、えー、まあ、論理回路ですね、えー。簡単な論理回路。で、えー、そもそも、二進数の足し算はどうなっているかという話をお説明していきたいと思います。 はいえー、それではです、ね、まずコンピューターという意味でのお話ですねで。コンピューターは先ほど言ったように、コンピュートというものが由来で、い、え、ず、ーまあ、計算ということですねで。計算をする機械という意味があります。じゃあ、今、あ皆さんが使っているコン,コンピューターというのがしか計算ができないかというと、そういうわけではないですね。 で、えー、ここで紹介したいのは、例えばですけれども、コンピューターというのは、あまあ、計算をするということですが、別にそのコンピューターを揃えなくても、おまあ、昔やったことあるかもしれませんが、例えば物を投げるということを考えまですね。で、物理学の法則としては、例えばこの H メートル、高さ H メートルから初速度、 毎秒ですね、12メートルで、えー、例えばあ、ボールを投げると。そうすると、毎秒12メートルで投げた時ときと、同じ高さ、1メートルのところから、毎秒 12×2 メートル、つまり24メートルで投げたときで、到達距離がどれだけ違うかということを考えたときに、 これは物理学の法則で、えー、例えばあ、毎秒12メートルで投げたときには3秒かかって、で、36メートルうー飛びましたと。いうときには、えー、初速度を2倍にすれば、その2倍になりますねというのが物理学の法則として、えー、まあ、定義されていますで。これ実際やってみてもそうなるわけですね。もちろん誤差はあるんですけども、 おなので、えーまあ、物理学っていうのはそういうふうに、物事の、えー、こういった運動とかそういった現象を、お物理法則、まあ、通常数式ですけれども、で表しているので、こう逆算してですね、えー、同じことをやってあげれば、例えば2倍のものを求めたい例えば 36×2 というのを計算したいというふうに思えば、 36メートルのところに到達したときか、毎秒12メートルである。じゃあ、毎秒24メートルで投げてあげると2倍になりますねということで、2倍の24メートルで投げてあげてで、そこの長さを測ってあげるんですね。つまり、えー、ここに 36km2 と書いてありますが、この部分を実際に測ってあげれば、えー まあ72になるわけですけども、おそれが72というふうなが出て、測ってこればですね、あじゃあ2倍は72ですねということが分かるんですね。このように、まあ、非常に単純ではあるんですけども、実際に物事を実際にこう物理学実験をやってあげればいいというのが、計算ということになるわけですね。 でこの法則としては、到達距離は水平方向の初速度に比例するという法則があるので、じゃあ初速度ですね、えー、水平方向の初速度を2倍とか3倍にしてあげれば、あまあ、2か,2か,けるとか3かけるという値を求めることができますねということです。でえー 例えば、そんな単純かというと、例えば、えー、今度はですね、えー、高さを2倍にしてあげましょう。最初投げたときに15メートルのところから投げて、初速度も同じと。で、今度は30メートルのところから初速度を V メートルで投げると。そうすると、物理学の法則では、えー、と2倍ではなくて、ルート2倍になるということが、あ まあ、定義されています。なので、えー、もう一回言いますけども、えー、高さ15メートルのところから、毎秒 V メートルで投げたときに、えー、3秒をかかっていたと。えー、いうことであ、3秒かかって、で、L メートルのところに到達したと。いうことがわかればあ、今度は高さを2倍にしてあげると、えー、 ルート2倍になるんですね。3× かけるルート2秒になるし、到達距離もルート2倍の L メートルになるということが予想されるので、実際にここをまた測ってあげれば、そこの値をやればですね、L× かけるルート2という計算ができるということになるわけです。このようにですね、ルートの計算も頑張ればできるという話ですね。 でつまり、高さは着地するまでの時間の2乗に比例するという法則があるので、まあ、これが計算されるということですけれども、まあ、このようにですね、えー、うまく仕組みを作ってあげれば、いわゆるこれは力学、物理学の中でも力学という分野ですけれども、えー、そこの数式を逆算する形で、実際にその物理学の実験をやってあげればですね、計算というのはできるということなわけですね。 もちろん、えー、これをやるとですね、例えば1時間とか2時間とかかかったり、えーまあ、下手すると半日かかったりするかもしれませんけれども、まあ、計算ができないことはないという意味で、計算ができるということですね。でさらにま誤差というのも含まれます。まあ、ですがあ、基本的にはですね、 えー、じゃあ、これを効率上げるということを考えてあげればいいわけで、えー、例えば物理実験だと空気抵抗で誤差が出るというのを分かっているので、じゃあどうしようかということで、えー、考え出したのが、まあ、半導体って書いてありますが、もともとはスイッチのわけですね。えー、こう電流がこう線が流れるという、線に電流が流れるというときにスイッチのオン・オフ。 えー、オフの時は0、オンの時は1というで、流れるか流れないかということで、この線の、えー、電流の流れ方、なので、このスイッチをいっぱい用意しておけば、まあ、なんとなく二進数の計算ができるということがわかると思いますが、実際にこの後の方でロンリゲートを使ってある程度紹介しますけれども、 えー、そういったことを最初考えたんですね。それで電気の力で動きますから、まあ、電気の速度で計算ができるだろうと。でその後ですね、まあ、真空管というものになったりして、で現在ではまあ半導体ですね。えーまあ、このスイッチのオンオフを小さなそのスイッチとして半導体を用意して、それで論理回路というのを作って、 それを二進数の計算に置き換えて、これはデジタルデータと言いますけれども、に置き換えて計算をさせてあげましょう。これも一種の物理学実験なんですけれども、えーまあ、先ほど言った力学とかと違って空気抵抗とかもないし、まあ、スイッチのオンオフだけなので非常に正確なあ、まあ、計算ができるということが予想されて、 それを実現したものが、まあ現在のコンピューターであるということです。で、何が痛かったかというと、基本的には逆に言うとですね、物理学という学問があって、それはだいたい数式で世の中の物理現象を表しているわけです。で、それを逆手に取れば、えー、ある部分を実験して、で、ある部分を 測ってあげればですね。で、計算ができますよと、そういう話なわけですね。まあ、これは一番基本になります。で、えー、まあ、基本的にはその半導体というのが作られて、それを先ほど言ったように、で小さくする、小さくするという研究が進んで、現在に至ってるんですけども、もともとはですね、物理学実験をやれば、まあ、何らかの計算ができるということがわかっているので、 それで最近はさらにそれを大規模に小さくするということで、まあ、量子力学という分野で、物質の,その量子のレベルですね。その現象を捉えて、それでえまあ計算をしましょうということで、量子コンピューターというのがあ研究されていたり、さらに生物学といいますか、分子のレベルですね。 分子のレベルでの,その変化を、まあ、取ってきて、それの数式化した部分をですね、逆算して計算をさせましょうと、まあ。例えばそれを分子コンピューターといったりとか、あと DNA のレベルで同じように DNA の,の変化というのを逆算して、 えーまあ、計算させましょうという、ね、DNA コンピューターとかですね、そういったものが開発されています。まあ、それを総称して、えー、自然科学を使って、えーまあ、計算をするということで、ナチュラルコンピューターというふうに言います。ですので、えー、現在では、もともと全部がナチュラルコンピューターなんですけども、お特にその量子力学とか生物学を使って、 できるだけ小さく、できるだけ大規模に行うという研究が行われていて、それを、まあ、ナチュラルコンピューターというので、ナチュラルコンピューターに関する研究がどんどん進んでいるのが現在になりますということです。